先生、私たち選手一同はスポーツイノマルキッズ柔道大会のテーマである親子の絆をこの大会でより一層深め、お父さんお母さんの前で日頃の練習の成果を発揮し、相手に敬意を持って最後まで精一杯戦うことを誓います。先生、我々保護者一同は柔道の本質である礼節を重んじ、子どもたちが日頃の練習の成果を十分に発揮できるように応援をし、勝負の勝ち負けではなく、子どもたちが日々頑張ってきたことに対して褒めてあげることを誓います。平成27年4月12日選手代表最終回高橋美奈、保護者代表高橋貴弘、